こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはヤシュマク、オンスパーク、この馬も好スタートを切りました。ミルサスピション前に行きそうです。ヤシュマク、それに続いています。さらにはミステリアル、7番ジムアイス、その後ろブラッシングイン、後方からでは前の方からヤシュマク先手を取りました。ミステリアル、すぐ後ろ、その後ろにミルサスピション、その外からサイデンス鈴鹿、内からはオンスパーク、その隣にブルーミングアラート、内からはクロスライジング、その後ろからはフィージー、メジロブライト、この位置です。並んで13番ラブリーガバナー、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。では前の方から見てみましょう。サイデンス鈴鹿先手を取りました。ヤシュマク、すぐ後ろ、並んで5番ミステリアル、ミルサスピション、この馬もこのグループ、すぐ隣にオンスパーク、その横にクロスライジング、その外にブルーミングアラート、その隣にジムアイス、すぐ後ろにラブリーガバナー、フィージー、すぐ後ろ、これに続くのがジェイドドーター。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はサイデンス鈴鹿、ヤシュマク、ほとんど差がありません。ミステリアル、3番手メジロブライト、いい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はサイレンス鈴鹿、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 サイレンス鈴鹿先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はメジロブライト、サイレンス鈴鹿、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せましたサイレンス鈴鹿。1着2着はメジロブライト、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めましたサイレンス鈴鹿。まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはマイグルーム、プレミアムベッド、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してプレミアムベッド、花に立ちます。その後ろからはソウルシュア、この馬も上がっていく構えです。さらにはマイグルーム、1番シルバープリテンダー、その後ろトロピカルダイヤ、後方に控えました。前に戻りましょう。シルバープリテンダー先手を取りました。すぐ後ろにプレミアムベッド、その隣にソウルシュア、その外にマイグルーム。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭に戻りましょう。シルバープリテンダー先手を取りました。その後ろにソウルシュア、並んで4番プレミアムベッド、すぐ後ろにファストプレジャー、緑の帽子メジロドーベル、いい位置につけました。並んで9番マルターズウィッシュ、その外からキャロットナイト、その後ろにウィンドシャープ、並んで11番オーリエット、内からはシーサンダース、さらにはマックスジーン。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてシルバープリテンダー、マイグルーム、ほとんど差がありません。メジロドーベル、いい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はシルバープリテンダー、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。シルバープリテンダー先頭、残り 200m、 シルバープリテンダー先頭だ。シルバープリテンダーここまでか。メジロドーベル、メモリーズオブシルバー、メモリーズオブシルバー、メモリーズオブシルバー、1着2着にはどうやらメジロドーベル、勝ったのはメモリーズオブシルバー、見事な勝利です。
こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。どの馬が先頭に立つでしょうか。シックスディッシュ前に行きそうです。ウォータースパーキーそれに続いています。さらにはサンライズエイジ、5番ボーンアラート、その後ろ後方に控えたのがアラビアサンダース。では前の方からシックスディッシュ先手を取りました。その外にポットレコード、黄色の帽子、ウォータースパーキー、その後ろ内からはボーンアラート、その外からリトルアルデル、その後ろにフラッシュノバ、さらにはオンテンダー、並んで8番ウォータースマイル。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。もう一度先頭から見ていきましょう。シックスディッシュ先手を取りました。11番タイキブリザード2番手を追走しています。ウォータースパーキー、すぐ後ろ青の帽子リトルアルデル、その後ろサンライズエイジ、すぐ後ろ並んで5番ボーンアラート、フラッシュノバ、すぐ後ろその後ろにウォータースマイル、並んで9番ビクトリーラピス、内からはオンテンダー、さらにはアラビアサンダース。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ1番シックスディッシュ、ここで先頭が入れ替わりました。タイキブリザードシックスディッシュ2番手に控えました。サクセスリュー3番手、さあタイキブリザードこのまま逃げ切れるでしょうか。タイキブリザード先頭、2馬身から3馬身のリード、残り 200m、 タイキブリザード先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はアワッド、完璧です。圧倒的な強さを見せました。タイキブリザード1着、2着はアワッド、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。タイキブリザードまさしく日本が世界に誇れる馬です。札幌競馬場、本日の第4レースの発走です。スタートしました。コースタートを決めたのはアグネス・デ・ジャブー、ドラゴン・ウィン。ちょっと出遅れ。予想通り先頭はアグネス・デ・ジャブー。これに続くのがオーセン・チーフ。さらにはオイスター・ウェーブ。2番、アレノプシス。その後ろ、ドラゴン・ウィン。後方からの競馬。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはアグネス・デ・ジャブー。オーセンチーフ、それに続いています。その後ろからはシーズクリスタル。この辺りで各馬第2コーナーのカーブから向こう上面に入ります。1番人気のアレノプシス、現在先団に取り付いています。前に戻りましょう。アグネスデジャブー先手を取りました。2番手に2番アレノプシス、アフタータイクーン、すぐ後ろその隣にオーセンチーフ、その横にドラゴンムイン、しんがりからシーズクリスタル。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はボイスターウェーブ、2番手はアグネスデジャブー、アフタータイクーン、3番手アレノプシス、いい位置。果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はオイスターウェーブ、間が空いてアグネスデジャブー、アフタータイクーン、その後ろその隣からはアレノプシス。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭はアグネスデジャブー、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はファレノプシス、ファレノプシス抜けた。アグネスデジャブー追いすがります。ファレノプシス、ファレノプシス1着、2着にはどうやらアグネスデジャブー。1番人気に応えました。ファレノプシス見事です。Thank you.
さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭に立った。栄進三三、栄進三三、先頭栄進三三、先頭イージープログレス。追いすがります。栄進三三ブラックホーク一着、二着にはどうやら栄進三三ブラックホーク、見事一番人気に応えました。札幌競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはバラードタワー、マーベラスサンデー。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくマーベラスサンデー行きました。続いて前へ行くのはカネツクロス、さらにはバラードタワー、16番ウィンドフィールズ、その後ろマイオジョンヌ、後ろからになりそうです。もう一度先頭から。先手を取ったのはカネツクロス、その隣にバラードタワー、好位置をキープしています。バブルガムフェロー、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。一番人気のバブルガムフェロー、現在先団に取り付いています。マーベラスサンデー、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭から。マーベラスサンデー先手を取りました。サンデーブランチ、それに続きます。並んで9番カネツクロス、 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてマーベラスサンデー、サンデーブランチ、ほとんど差がありません。カネツクロス3番手、バブルガムフェロー、いい位置です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はマーベラスサンデー、バブルガムフェロー2番手、離れてサンデーブランチ。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。マーベラスサンデー先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手はバブルガムフェロー。マーベラスサンデー、この馬で決まりか。マーベラスサンデー今ゴールイン、段違いの強さです。マーベラスサンデー1着、2着はバブルガムフェロー、これが G1 馬の実力だ。マーベラスサンデー